あいつこんなこと言ってました。あいつこんなこと言わないよね。なんだこれ、おいだ。あ、バレた。あいつこんなこと言ってましたと一緒のコーナーで、はい、なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。なんだこれおいびっくりした。びっくりしました。びっくりしましたよ。怒ってないからね。いや、本当ですか。ラジオネーム三平、はい、世界的文豪の水島博大先生が俳優復帰作黒執事のジャパンプレミアにてめちゃくちゃカッコつけながら意気込みを語ってやがりました。クリエイターとしても役者としても今の自分にできる精一杯のことをこの作品に詰め込んできました。だからこそ評価されるかどうかの勝負だと思ってます。僕はこの勝負に勝ちたいです。はあ、お前小説家だろ。ごちゃごちゃ言ってねえで書けよ。あの歴史的失敗作かげろうの続編を書け。Amazon のレビューにゴキブリを叩くには最適の硬さですとか、この本を燃やしたところかげろうが見えましたとか書かれて悔しくねえのか。俺は悔しいぞ。もっと面白いレビュー書きたいからさっさとかげろう出せ。なんだこれおい、かげろう出せとか。なんか役者さんってさ、はい、大変な仕事だなって思うね。そういう意味ではね、いつもはいいなって思うけど、こういう時ね、恥ずかしい時、芸人だったらさ、ね、本出したけど失敗したんでちょっとこっち戻ってまいりましたすいませんだって、言えますもんね。言えるけどさ、ね、それ言えないんだもんね。そうですね。僕はこの勝負に勝ちたいです。2万2万っつってクリエイターとしても役者としても、そんな喋り方じゃない。自分にですねできる精一杯のことをですね、この作品に詰め込んでまいりました。だからこそですね、評価されるかどうかの勝負だと思ってます。僕は江川に勝ちたいです。いや、それできたら水島ヒロ楽でしょ。それできたら最初ね、誰かなと思って相撲さんでしたけど、辛いね。あげとこ、パンあげときます。ラジオネーム気持ち改め焼き餅、はい、元 AKB 笠井智美の野郎がストレート笠井智美の野郎が千葉幕張メッセで開催中東京オートサロン2014内のグッドイヤーブースに登場し、自動車運転免許についてこんなことを言ってやがりました、うん、私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いてなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって、運転免許を持っている彼をゲットします。うるせえし長えし、お前本当わがままだな。そんなことじゃ一生結婚できねえし、どうせ彼氏できてもやって終わるだけだろう。ニートの俺が言えることじゃねえけど、まずは生活リズム整えて仕事サボらないでしっかり働け。応援してっからよ。なんだこれおい。ストレートだ随分。読んでてさ、これ何げえな、ね、こいつ頭悪いね。これ書いてきたやつが頭悪いんじゃねえかなと思ってたけど、そういうことだな。本当にもう長えわ本当。途中なの、途中で分かりましたよ、もうイライラしてんの。どういうことだこれ本当に。私持ってないんです。メンバーでは何人か持ってるんですけど、私は運転向いていなさそうな気がして取ってないんですよ。それに持ってたら家族に言われて私も運転しないといけなくなるかもしれないし、私はまだ寝ていたいからまだもうちょっといいかなって、運転免許を持っている彼をゲットします。長いですね。長いですね。どういうことかね、これ。何のつもりでやってんのこれ。なんですかね。か否定するとあれじゃないですかね。またこのこのインタビューが許される職業って何の人？何の人？ハリウッドのスーパースターでもちょっとみんなイライラするね。なんだろうと思いますよね。
そうですね、ビッグスターでしょうね。超怖えヤクザぐらいじゃない、これ笑ってきてんの。途中でね、何も言えないですもんね。あげとこう。もうちょっと端折ってくださいじゃなくて。ラジオネーム三平。はい。祭りでハメを外すタイプのチンピラどもで形成されているエグザイルさんが新メンバーオーディションを開催するらしく、パフォーマーを引退したヒロとかいう色黒親父がこんなことを言ってやがりました。エグザイルは多くの人に夢を提供する場所であり、夢を叶える場所でもあります。夢をつかみ取るチャンスは誰にでもある。夢を持った挑戦者たちと巡り合えることを楽しみにしています。おい黒ゴリラ、夢を叶えるために応募しようと思ったんだけどよ、ホームページ見たら25歳以下の男性限定じゃねえか。何がチャンスは誰にでもあるだろ、嘘つき。みそしの引きこもりだけでネルザイルを結成してオーディション会場で爆睡してやるからな。なんだこれおい。何言ってるの。ひどいね。いやひどいね。誰にでもチャンスあるんだったらやっぱりこれはダメよ、ね、年齢制限いらないですね、うんうん。ダンスってなったらちょっとあんまり30以上ってなって踊れるんですかね、うん、どう。いやそれはさ、やっぱり俺ぐらいのさ、やっぱりラスベガスのショーを見てきた人間見ただけから言わせればさ、はあ、やっぱり年相応のダンスっていうもんがあるの。ああなるほどなるほどなるほど。若きゃいいってもんじゃないってことね。若くて激しいダンスを踊るだけがショーじゃないよ、うん、そりゃそうですね。やっぱ60歳のおじいさんがやっぱ踊る渋いダンスっていうのもあるからね。そりゃ20歳には出せないよ。そうですね、そりゃそうですね。だからまあ、 あの集団行動みたいなことなのかな、これ。だから同じような体力の同じようなダンスを踊るっていうだけのことかな、じゃあ。ああまあまあまあ、ね、おじいさん入れてもいいんじゃない、うん、アンガールズの田中のカーズの時のダンスも面白いし、いろいろバリエーションあってもいいんじゃないかなと思いますよ、僕は。いいですよね、全然。そうですね、これはもう本人目の前にしたらちょっと言ってこよう。はい、誰にですか。ヒロさんにちょっと。あ、本当本当ですか。ヒロさんに会ったらちょっと提案してみよう、はい、言ってもらえます。直接会うことがあったらね。はいはいはい。あ、それは心強い夢。なんていうか知ってる、なんていうか、いつも応援してます。なんで。ひよったな。全然言ってくれないじゃないですか。なんですか、60には60のダンスってその話。かっこよかったんですか、それ言いましょうよ。ちょっといいなと思っちゃいました。それ直接言ったらさ、言われることって一つだよ。はい、ちょっと黙っててもらえます、素人なんだから。言っちゃうよ。ごもっともですね。ラジオネーム三宅マリオ。はい、有吉さん、特に印象のない鍋プロの若手俳優こと瀬戸康史君の野郎が映画「僕は友達が少ない」の公開にあたって自身の学生時代を振り返り、こんなコメントをしてやがりました。一匹狼に憧れており、ずっと一匹狼で暮らしていこうと思ってました。そのため友達と呼べる人は数人しかいませんね。はあ、イケメンがドヤ顔でロンリーウルフ語ってんじゃねえぞ。イケメンが友達少ねえわけねえだろうが。つか、なんだ一匹狼に憧れてただと。はあ、てめえなりたくもねえのに学生時代一匹狼のポスト担わされた俺の気持ちわかんのか。好きな子の弁当箱の端に盗んで自分のケツの穴にぶち込んだ後、丁寧に弁当箱に戻したことあんのかって聞いてんだよ。一匹狼になるための努力てめえちゃんとしたのか。ったく、これだから初心者ろくでもねえよ。おい瀬戸、もしこの放送聞いてるならな、俺は今 UK 好きのメガネの頸動脈を引きちぎるために某ラジオ局の下でチェーンソー持ってうろついてるから半蔵門まで来い。たくさんアドバイスしてやるからな。なんだこれ、おいって。怖いね。怖いっすよ。でもさ、これあの一番言っちゃいけないセリフだよね、はい、一匹狼に憧れてました。いやーちょっとね、言えないっすよ。俺一匹狼なんですよとか、一番カッコ悪いよね。有形的には一番カッコ悪いよね。一番カッコ悪いっすよね。うん、一番ダメだよ本当に。やっぱこういうものは自分で言うことじゃないからね。いやないですよ。周りが、あの人は一匹狼だねーっていうことだからね。そうですよ。これ
ずっと一匹狼で暮らしていこうと思っていました。だからもうこれダッサ UK じゃやっていけないよね。こんなもんノエルギャラガーにボコボコされるよね。されますよそれ。いや本当の一匹狼やっぱりギャラガーだからそうですね。兄弟とさえ別れちゃってんだから。あそうですね。そうですね。なあ確かに確かに。いやこれダメだわダサい。かっこ悪いかもしれないですね。有吉さんも UK 側なんですか。長石 UK 好きな分かりますけど、ね、はい、ずっとサッカー UK 背負ってますけど。そうなんですけどね。でもなんか UK は何に言い換えたらいいですか。その有吉さん的な UK はちょっと、うん、なかなか。だからこんなこと言っちゃダメ、うん、僕友達欲しかったですけど、うん、友達が いなかったですね。寂しかったですよ、うん、そうですね、なーにーになるけどそれならって言っといて周りの人が、はい、いや違うんですよ、あの人は僕ら友達になりたくてすごい素敵だから、うん、女の子にもモテたんだけど、うん、あの人は一匹狼だったんですよ、はいはいはい、つったらかっこいいじゃんな。それじゃ成立しますよね。これが UK だよな、うん、と続いてはなんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、わかりました。ラジオネーム味噌塗りランドセル。主演映画永遠のゲロが絶好調の長谷川理恵さん、1月8日付のブログより。皇居で25キロ走りました。前回の20キロ走と比べるとイマイチな走りでしたが、そんな時もありますね。20キロ過ぎたあたり、皇居5周目でガクッと足に来てしまいました。それにしても正直だな体は。ああまだまだ。おいゲロを吐けもうどうせなら宇宙空間の無重力状態でゲロを吐いて、有吉さんとジョージ・クルーニーが一滴足らず飲み干してフル勃起したまま宇宙空間に投げ出されるというゲテモノ映画ゲログラビティを今すぐハリウッドで撮影しろ。なんだこれおい。だからもう長谷川理恵さんがマラソン走りながらゲロを吐くっていうニュースさ、はい、この番組ぐらいだよ言ってんの。そうていうか俺ぐらいよ長谷川理恵さんのマラソンドキュメントで、マラソンドキュメントの中でゲロを吐く長谷川理恵に興奮したっていう、はい、俺のその性癖的なことまたこれ言ってんです、ね、失礼長谷川理恵さんに。そんな毎日毎日ゲロ吐いてんじゃないんだからポンプのじゃないんだから知らないでしょ。この AV 男優知らないっすね。知らない AV 男優さん、いっぱいゲロ吐く AV 男優。へえお金はそういう芸風ずいぶん昔のよ、昔の俳優さんよ。ラジオネーム三平。うなじだけが美しい江角真紀子さんが私の何がいけないのというゲス番組の中で背中のタトゥーを披露して壮絶な過去をぶちまけた美奈子さんに対して例のドヤ顔でこんなことを言ってやがりました。命があるだけいいじゃない。あごめんなさい、命があるだけいいじゃない。あなたは今までヌード写真出したりとか自分のやりたいことをやってると思うんだ。でもこれからはそんなに甘くないと思いますよ。美奈子もうるせえけどおめえもうるせえな。お前らが自信満々に説教かましてんじゃねえよ。かっこいいお姉さん気取りだかなんだか知らないけどな、無表情のおっかねえババにしか見えねえんだよ。おでこに真顔っていうタトゥーを入れて図書館の受付に座ってろ。なんでこれおい全然もうむっちゃくちゃだけど気持ちいい悪口だな。そうですね、痛快ですね。怖いな。エスンさん綺麗だろうよ。いや綺麗ですね、うん、全部綺麗じゃないですか。ラジオネームマキマキ。葛西智美ニューシングル消えたいくらい1月15日発売。もうどうぞとしか言えないよ。テレビ番組の企画では途中で消え、写真集も発売日前に話が消え、 AKB からもいつの間にか消え、今度は何から消えたいの。芸能界なんだこれおい。気持ちいいですね。新雑だな。消えたいくらい。なんかさ、それもこれせっかくかどうか知らないけどさ、うん、消えたいくらいっていうのが全部カタカナで
っちなんですね、うん、なんか感じじゃない消えたいくらい、はあ、なんかなるほど、誰だっけあれ岩井俊二の映画みたいなさ、ああ古いねちょっとなんか、 なんかこの感じその感じ懐かしいっすね、懐かしいね、懐かしいっす懐かしいっすまあいいか、いやまあいいよね、日本の音楽シーンには俺ら正直興味ないからちょっとね、うん、やっぱり今 UK ですもんね、ワールドワイドで見ていかないと、今何がいいんですか、誰ですか UK、 僕さやっぱ今は今で言うと、うん、そうですね、いろいろいるんですが、うん、ジェイクバグ、ね、ああジェイクバグね、一人で歌ってる、知ってます、なんかオエシスの匂いするよね本当に本当する、当たってんだよ俺ね、当たってんだ、ね、じゃあじゃあ、じゃあノエル兄弟からね、そうだね、そうなんだ、直系なんだ、じゃあすごい、すよ、うん、ラジオネーム三平、全知全能の神であられるゲッターズ飯田様が自身のブログで恋愛成就の秘訣を語ってらっしゃいました、まずは他人に興味を持つこと、自分のことだけを考えないで人をよく観察してみるといい、他人を小バカにした発言は絶対にやめた方がいい、そんなことを口に出しても性格が悪いと思われるだけ、愛嬌よく他人に興味を示せば恋は意外と簡単だったりする、うるせえバーカニコニコしながら話しかけただけで通報されるぶっきも野郎だっているんだよクソが、おめえだってまあまあ気持ち悪いんだからわかるだろう三流占い師のくせに聖人君子みたいな面して心の機微語りやがってよ、人の人生左右するって意味じゃな、ゲスラーの悪口なんかよりおめえの方が全然悪質だからな、反省しろ坂本ちゃん、何だこれおい、うわ全部言ったな全部言ったで全部言った、もうこれ以上ないね、ないですね、ないほんとないですね、気持ちいいねのコーナーじゃない違いましたねこれね、今日気持ちいいな、あげとこう、パン、今日全部あげてもいいんだけどね、忘れてたから、あまりに気持ちよくてラジオの共同のドブガエル、はい、有吉さん、この世の真理なのか、いいことがあれば悪いことってあるんですね、フライデーにフライデーにおでこと、あーなるほどね、フライデーにおでことアナルが狭いナルメリコちゃんのハイライト喫煙写真すっぱ抜かれてました、有吉さんが禁煙をしたと思ったらナルメリコが喫煙かよ、しかもハイライト、いつから吸ってんだよ、二十歳から吸い出して21でハイライトはないよな、ラッキーストライク、マルボロ、ラーク、メンソール、ピース、その後ハイライトだもんなっていうことは中2ぐらいから吸ってないとついつま合わないな、有吉さん、もし芦田愛菜ちゃんが吸ってたらお尻ペンペンしてやめさせてね、なんだこれを、いや行くでしょハイライト、ああ最初の方でいい、俺もう俺本当にずっと運動やってて、巨人師匠の弟子もやってたからずっとタバコ吸わずに、俺二十歳から始めてホープだからね、すごい一発目ですか、一発ホープだから、一発ホープ一発ホープそうだよ、そんな人いるんだ、一発ハイライトあるよ、あります、一発ハイライトある、あガッツあるな、わなんか徐々に強くなっていくイメージあります、ね、いや全然もう一発ホープですから、一発ホープだから俺これナルミリコちゃん全面的に支持しますそうですか、うん、ねどうしようかな、あと1枚ぐらいはいけるかな、ラジオのヒロパン、有吉さん、アルゼンチンのサッカー選手イカルディが恋人と28時間で15回セックスしたと報じられていました28時間で15回だと1回あたり2時間弱お腹も空くだろうしトイレも行くだろうし1時間に1回くらいってこと、入れたら3分で発射とかの超早漏なのかな、にしてもチンコの回復早すぎだろう、それともあれかフニャチンのまま入れてんのかな、いくら若くてもスポーツマンでもフニャチンのままじゃ女満足しねえだろう、ちゃんと女のことも考えてやれ、そして1回くらい俺にやらせろ、なんだこれおい、何なんだこれお前、何なんだよ何なんだよ、これじゃあ行こうか、ラジオネームカジキマグロ、陰毛父出し女こと
小島春菜ちゃんの野郎が出した写真集が女性ソロ写真集部門で6万1000部の歴代最高週間売上を記録し、購買者の 52% は女性だったそうです。嘘つけ。その 52% のうちのほとんどが女装癖のあるゲズラーだろ。それにその本の内容で自称ダイヤモンドカップとか言ってるらしいけど、有吉さんに命名してもらった父だろうがお詫びとしてサンドリの心のスポンサーになってパン10個貯まったらゲスナーに陰謀1本プレゼントしてくれ。クマタングッズなんて俺たちは似合わない。さあゲスナー皆さん、有吉さん、我々の力でコジャルをパイパンにしよう。なんだこれ、おい、下手だな文章。冷めたわ。ブレイクで、なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています、うん、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、ラジオネーム三平。一般人の横っ面に平手打ちを叩き込んだデビスカルの容疑者が、今度は西川綾子先生に矛先を変え、ブログで吠えてやがりました。私が平手打ちしなければいけなかったのは西川綾子だったのかもしれませんね。この可愛げも女らしさのひとかけらもない、男にも女にも愛してもらえない、かわいそうなギスギスと子憎らしいことしか言えないこの亀顔の女の顔を平手打ちした方が良かったかもしれませんね。憎しみすげえな。73歳のおばあちゃんがゲスナーみてえな文章書いてんじゃねえよ。確かにな、西川先生はギスギスの亀顔だけど、お前だって髪型がクソかっこいいカマキリの妖怪じゃねえか。なんだその変形リーゼントは。ハードスプレー何本使ってんだこの野郎。なんだこれおい。素晴らしいですね。いやー、ほんとすごかったですね。73歳のばあちゃんが本当にこんなこと言うんだろう。そうですよね。いやーすごい。やげとこう。すごいですよね。いやラジオね、西川先生はまあ離婚だけど、うん、はい、すごいな、デヴィ夫人ってな、よくトラブル起こすな。いやーすごいですね。気性激しいですかね。激しいでしょ、うん、そりゃ。うん。俺やっぱたまに番組一緒になるとやっぱちょっとドキドキするもんね。あ、そうですか。うん。なんか急に怒られんじゃねえかな。あ、そうですね。まあ、急に怒られたって俺の方がそう言っても腕っぷしは強いからね。いや、腕対決になっちゃうと。そうですけどね。そう、平手、デヴィ夫人の平手打ちだと俺パッとガードして、もうあれだろうね。眉間に、うん、一本指グッと立てた一本剣みたいな、はい、頭蓋骨にひび入れてやってで、うん、脳天にチョップをチョップ打ってやるから、うん、もうデヴィ夫人バラバラふざける世紀末じゃないですか。俺指にかしてたらデヴィ夫人なんて2発でバラバラにバラバラになりますよ。砕けるから。すげえな、世界観。お前ら俺パシッと呼ぶから、ええ、ほうき、チリトリとほうき持ってきて、スプラッターじゃないですか。怖いな。スタジオネームパイロット、はい、タレントの藤田のり子さんが朝の情報番組で若鷹兄弟の DNA 鑑定をしようかしらって言ってました。うるせえこのスキャンダルスババア、誰にも相手されねえからって貴乃花さんに絡んでくるんじゃねえ。貴乃花さんはな、日本相撲協会の理事で貴乃花部屋の親方なんだよ。立派に仕事してるんだよ。お前やマサル氏みたいになスキャンダル売り物にして生活してねえんだよ。その頑張ってる立派な方の息子の足引っ張るようなこと言ってんじゃねえ、このアダムズファミリーが。マサル氏と戯れてろ。なんだこれおい。いや似てるわ確かに。怖い。いやマサル氏。ラジオネーム三平、はい、みっともないカピバラこと恵比寿義和さんが産経ビズのウェブインタビューで長々と友達論を語っていました、うん、私は友達がいることがいいとは思いません。友達が多ければ結婚祝い、出産祝い、新居祝い、飲み会、遊びの誘い、金は出ていくばかりです。友達になると大体私の方が立場が弱く、相手の言いなりになってパシリになる役回りなので、友達を作ろうと思ったことはありません。人間は一人で死んでいくのだから、もっと一人の過ごし方、楽しみ方を覚えた方がいいと思います。T
天才かよこいつもはや神だなこの素晴らしいインタビューを巻き物にしてよ、六本木のバーとかで人脈広げてるクソ若手俳優どもの耳にぶち込んでやりてえわマジで友達が多い若手俳優とか全員くたばれよなんだこれ代弁してくれたんですね、これね。友達さんに神って言ったらもうおしまいだぞ、ね、いやすごい、ラジオネーム三平、琵琶湖大ナマズ泉ピン子さんが やばいな、これだけで開けちゃうわ琵琶湖大ナマズ泉ピン子さんがジェネレーション天国という番組でアイドリングの菊池亜美さんを猛烈に批判して場を凍らせてやがりました。つまんない、お前つまんないんだよ悪いけどただのクソ生意気なガキだね。先輩に物言うときはね、愛嬌を持って言った方がいいね。テレビの中でもね、どのぐらいで芸能界がいなくなるのか楽しみにしてるからな。そんなこと言ったってしょうがないじゃないか母さんだってめっぽつまらないじゃないか愛嬌のかけらもない猿側の老婆じゃないかスポーツ狩りの橋田先生と二人で三谷作品の悪口でも言ってなよなんだこれおいえなり君送ってくださいエンジェルあげときましょう。パン泉ピン子さんとかデヴィ夫人とか、まあちょっとそこそこの年齢いったね、大御所ってやっぱり厳しいね、てか口悪いね、そうですね、怖いよね、もうそうね、お元気ですねって言うしかないね。ラストぐらいしとこうかな、もう今日は三平にしとこうか。はい、ラジオの三平、精神的オナニストベッキーさんがツイッターでこんなことを言ってやがりましたヘアメイクさんとスタイリストさんと私の3人で楽屋で告白についておしゃべり、楽しかった、今まで何人に告白されたかをそれぞれが告白かっこ笑い、プライベートの話を一切しない私たちがそんな会話を攻めてる追伸、どんなに聞かれてもここには書かないぜ、聞いてねえし全然攻めてねえし野良犬のクソより興味ねえわ何が今まで何人に告白されたかだよ、あの恥知らずてめえらに告った男どもに謝れ、あと美脚ばっかりアピールしてねえでな、たまには自慢のなデカ乳もアピレなんだこれおいかかない後半以上です。なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています、はい、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです。はい、ラジオネームケツダシエッフェルト、有吉さん、4年に一度行われるソーセージの祭典ソセオリンピックの裏でソチオリンピックとかいうパロディーものがもうすぐ開催されやがります。ソセ五輪を堂々とパクったこの大会はソセオリンピックのソセはもうソーセージのソセですからね、これ忘れないでくださいね。ソセ五輪を堂々とパクったこの大会は選手村と呼ばれる風俗街に集まった、いろんな国の若者たちが日夜フリーセックスを歌い乱行しテンションが上がって冷たい氷の上で踊ったり雪山で飛んだり跳ねたりと危険極まりない行動を取ります。このように世界の不良たちの決起集会とも取れるこのイベントは2月7日に始まるそうで、小さい子供を持つ母親たちの要望により反面教師的な意味で世界各国で放送されます。なんだこれおいと、ソセゴリン、ラジオのチェーンギャグ、20代女性彼氏にしたい男性の条件ベスト3、第3位場の空気を読む、第2位トラブルに対して冷静に対処、第1位包容力、嘘つけ、どうせルックスと金だろう。俺なんかこの3つの条件全てクリアしてるぞ。小学3年生から高校2年の9年間いじめられてたから常に人の顔色を伺って空気は読める、9年間もいじめられていたから経験、いじめられてた経験からトラブル回避は得意、そして包容力、顔面殴られて歯が飛んでも笑顔で対応できるほどの包容力を持つ俺様がなんで風俗がゆの落ちぶれた男になってんだよ。20代のクソヤリマンの言葉なんて信用できるか、なんだこれおいねえ、わかりますけどね、ま, すね、まあ暗いラジオネーム三平、
日本一信頼できるネットニュースサイト RBB Today の記者さんが、先週僕が送ったデヴィ夫人の投稿はそうだ今年のバカ野郎だ本当に先週僕が送ったこの三平がね、はい、三平が送ってくれたデヴィ夫人の投稿ネタをさも有吉さんが発言したかのように書き散らし、数時間後にこっそりお詫びと訂正を追記していました。リスナーから寄せられた投稿文を有吉さん自身の発言と誤った記載がありました。訂正し読者並びに関係者にお詫び申し上げます。はぁ、そんな逃げ腰の万引き主婦みたいなタワゴと通用すると思ってんのかよ。どう見ても悪意 100% の熱情じゃねえかよ。クソみたいなネタ送って有吉さんに迷惑かけてる俺も最低のウジ虫だけどよ。アクセス増やすために腐った熱像記事書いてニヤニヤしやがるてめえの泥棒根性だけ許せねえんだよダバハゼが。書くなら聞くな、聞くなら書くな、その汚ねえ手でマス書いてチンコもげろ。なんだこれよ。うわいやー、いやもうなんか、まあ、よくよくこういうことあったけど、これはもう特にそうだった。もう完全に俺が言ってるってことになって、はいはいはい、嬉しそうにやってたよ。なんとかなんないのかね、こういうのね。そうですよね、うん、お互い嫌ですよね、送った方もね、読んだ。まあ三平そんなに嫌じゃなかったと思うけど別に俺も別に平気だし、ね、お優しいですね。うん、まあ別にいいんだけど、まあでもちょっと今やり方ね汚いね、拾ってきた感じですもんね、ネタをね。どうせ拾ってんのにさ、さらにそれ変えちゃうとさ、まあいいけどね。ラジオね、満腹ていなり、はい、あ上げとこうか、三平すごかったから、はい、うん、ラジオネーム満腹ていなり、ミラクルじゃない光こと宇多田ヒカルのラジオ番組が15年ぶりに再放送されるそうです。有吉さん、このゴキブリのたまり場のようなクソ番組も15年後に再放送されたりするんでしょうか。その頃有吉さんは55歳で、我々ゲスナーはほとんどがのたれ死んでいることでしょう。そんな頃に再放送なんてされたら、有吉さんの仕事はついになくなるだろうし、死んだ我々も地獄で報われません。この番組が終わってる時、残ってるテープを全て処分しましょう。なんだこれ。本当だね、15年ぶりに再放送すごいな。こんなラジオ、でもこのラジオなんて再放送されないだろうね、やっぱりね。まあ、そうですね。まあ、どうでしょう。やっぱ最新トピックスばっかりお届けしてるから、それはもう、再放送なんて通信番組だからね。そうか、旬ですもんね。ね、うん、今お届けします。さあ、ラジオのチェーンギャング。はい。江角真紀子の自動車接触事故をベッキーが代理で報告。どうやらドアミラー同士の小さな接触で傷すらつかなかったみたいですよ。なんで関係ねえてめえがシャシャリ出てきてんだバーカ。ハーフの辛い汚しバーバー仕事ゼロ。そんで年金未払いの江角真紀子、てめえも攻撃しねえと思ったらお間違いだぞ。小さな接触事故じゃなくてバンパーべっこりいったらしいな。ションベン垂れ流して反省しろ。なんだこれ。いやどうした。いやこれまた俺だよ、また俺が。そうなりますよ。悪態がすごいですよ。ベッキーさん仕事ゼロじゃないでしょう。山ほどしてるでしょ仕事。忙しいよ。少年のことになるからごめん。ラジオネーム三平、はい、ウェディング業界のハクビシンこと神田うのさん37歳が自身のクソブログにウェディングドレスを着たキティちゃんとのツーショット写真を掲載してごちゃごちゃ言ってやがりました。ハローキティとコラボレーションでキティちゃんドレスをデザインしたんですよ。撮影はピューロランドのキティちゃんのお家にて。キティちゃん、宇野デザインのドレスとってもお似合いでした。おいキティ、お前マジで何やってんだよ。ドレス脱げ、燃やせ、仕事を選べ。神田うろをお家に入れるなんて言ったろ。日本で一番嫌われてる黒鬼だぞ。大豆をぶつけて追い出せ。なんだこれが。キティか、神田うろに言ってもね、あの聞く耳持たないから、キティちゃんの、ね、なるほど。おいキティ、ね、素直の方に。ラストぐらいにしようかな、はい、ラジオ三平、一歩も動かず億単位の収入を得ている元ダルビッシュ紗栄子さんが自身のドスケベブログに本田圭佑選手からいただいた背番号入りのユニフォームの写真を載せてこんなこと言ってました。本田選手から息子たちにプレゼント、喜ぶだろうな。お前がな。なんだこれ。
はい、なんだこれ多い、なんだこれ多い、はい、なんだこれ多いと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれ多いで締めるのがルールです。ラジオネーム三平、妖怪人間ベラベラベラでおなじみの道端三姉妹が日曜朝のトーク番組僕らの時代にガン首並べて出演し、ここ数年で一番つまらない身内トークをしてやがりました。10年前はモデルさんは今より下に見られてたし、テレビに出れるのはタレントさんだけって感じで、すごい嫌だなと思ってた。モデルでも喋れる人も演技できる人もいるし、モデルだっていろいろできるんだから認められたいって思ってた。今そういう風になってきてね、すごく嬉しいとか言ってる変なモデルがいたんですよ。なーに、やっちまったな。モデルは黙って脱げ、モデルは黙って寝ろ、もう二度とトーク番組には出ないでほしいよ。なんだこれ多い。クールポコ偉そうに嫌がってたな本当に。はい、まあね、いいんじゃないですか。まあお笑いもこんなこと言ってる人もいましたしね、昔ね、お笑い界のやっぱ地位向上とかね言ってる人いましたけど、まあそれはトップの人たちが言ってることであってね、道端三姉妹がモデルのなんかまあいいか。今日はねやっぱりちょっとやっぱり、ハイムリヒマニューバーの日ですから、はいはい、そんなにやっぱりきついことも言うのやめましょうよ。そうですね、取りに行ってますからね。やっぱ道端三姉妹にでもあれだな、ハイムリヒマニューバーをしてやりたいね。ダメですよ、セクハラでしょそんな。何が出てくるんですかね本当ね。ダメですよ、何が出すのかな本当に。なんかあった時にやってください。そうそう、急にやんないでくださいね。ハイムリヒマニューバーを詰まってもないのにやったら、うん、これは攻撃になりますからね、うん、気をつけてください、はい、お気をつけください、はい、ラジオネームケツダシエッフェルト、はい、ブログの女王でもグラビアの女王でもない32歳、山本あずささんが青年実業家と結婚してやがりました。はい、出た出た、はあ、出ました、ビビアンスーに続きまたしても出ましたよ、青年実業家。ああ美人はずるいよ、芸能界でパッとしなくなったらすぐ実業家の書きたれになって結婚するんだもん。あ、勘違いしないでくださいよ、僕は悔しがってないですよ、だって僕はあずさちゃんが大好きだからね。今夜もあずさちゃんをおかずにシコ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 両手で祈るようにチンコを握ってるよ。青年実業家が失敗してあずさちゃんが無敵デビューしますようにってね。よし、早速株価チェックしてみよう、円高ドル安俺ドリチン、なんだこれおい。あんまりこのこっちに読み方を強要するようなメールやめてください。はい、出たとかやめて、岡田さんのパーそやめてもらえますか。強要きついですか。ラジオネームこいっち、先日小金稼ぎこと水道橋博士がM ステでおっぱいポロリというエロ釣りのスパムを踏んでツイッターのアカウントを乗っ取られていました。おい下水道、お前いつも偉そうな口叩いたり番組勝手に降板するとか言ってみたりして調子に乗ってるけどな、やっぱただの親父じゃねえか。最近では育毛に失敗してハゲてきてるしな、お前はハゲでチビでプライドの高いただの偉親父だ、自重しろ。なんだこれおい、これ糸井重里さんも乗っかってましたね。糸井重里さんもこれポロリ、おっぱいポロリのやつ、ああ釣られて、釣られてカウント乗っ取られてすげえ反省してた。そうですか、スケベ心でした。笑っちゃった糸井さん、たまに見ると男ですね。まあ男ですから、まあまあ見るでしょ、当然見てしょ、当然でしょ、はい、僕もやっぱり これみんなが釣られてんなっていうのを先に見たからやめたものの、あ、多分そうじゃなかったら俺もすぐだよ、言ってますか、あすぐですよ。そんなもんすぐなんですか私。そうですよ、どうなったんですかね、うん、であれだからな、さっき水戸鉢博士のことをあのハゲでチビでプライドの高いただのエロ親父だって言ってたけど、そこ白髪も入ってくるからな。なんで追い詰めを増やすんですか。何を注意するんですか。増やすんじゃないでしょ。ラジオネームボンクラ停止中、浜崎あゆみさんがツイッターでこんなことをつぶやいていました。今日と明日は東京からのクルーと撮影、 LA 快晴だからロケ日和じゃん、
とか思ってたらめっちゃ曇ってきた。さすがだぜ私、かっこ笑い。曇ってんのはてめえの目だわ。いいか、てめえの時代もうとっくに終わってんだよ。お前がどれだけイケメンの外国人と結婚しようが離婚しようが再婚しようがな、剛力彩芽のわけわかんねえヘンテクダンスに向けられた国民の目線 はてめえに向かねえんだよ。分かったらさっさと日本から出て、てめえの金目当てにすり寄ってくる外国人としゃぶしゃぶでも食ったろ。あ、忘れてました。なんだこれ、おい。いいね。どういうの？いや、言うなだよ、乱暴な人たちだな。こんな乱暴な人たちにはハイムリヒマニューバーだぞ。好きに変わってハイムリヒマニューバーだぞ。これ多い、はい、なんだこれ多いと叫びたくなることを募集しています、文章の最後はなんだこれ多いで締めるのがルールです、はい、ラジオネーム満腹ていなり。紅白に出た無名ミュージシャンリンクドホライゾンのプロデューサーレボとかいう人が見た目そっくりなサムラゴーチに間違えられて、あなたの CD は二度と買いませんと言われたらしく、風評被害を受けたそうです。お前誰だよ、知るかよ。間違えられただけありがたいと思いやがれ一般人。そもそもお前の CD なんかシンプルに買わねえわ。こんな姑息な売名してる暇があったらさっさと新しいゴーストライター探してこい、嘘つき一般人。なんだこれおい。リンクドホライズンは関係ないです。確かにサムラゴーチさん似てるけど、そうですね、まあ、サングラスかけてね、見た目似てましたね。やっぱサムラゴーチさんにやっぱ君丸つけたしくくるなって話をしてたんだけど、はい、やっぱそれやっぱりしっくりくる長島君丸ってダメだろ、ちょっとダメですね。でオリンピック選手っぽいけどね、ちょっとな。そうですね、長島君丸ハーフパイプとかやってそうです。やってそう、吉川君丸、まあまあでもこれもいいかもな。まあまあ、まあ、吉川君丸はでもあれだろうな、バイオリンだろうな。バイオリンやってるコメディアンみたいじゃないですか。ミストですか。有吉君丸、有吉君丸もいいだろ。有吉君丸ですね。でちょっと自分の中で違和感あるんだよ。ほ うちのおふくろが有吉君っていう、うん、あそうですか、ほぼおふくろなんだ。そうですね、ほぼおふくろ。ほぼおふくろなんですよね。そうね、まあ本当でもいい。ラジオネーム三平、森羅万象を見通す千里眼で我々庶民の愚問を解決してくださる日本の救世主スピリチュアル女子大生知恵様が押しかけスピリチュアルという大変高尚な番組で、あのレオナルド・ディカプリオと対面してオーラを診断していらっしゃいました。レオ様のオーラは緑色です。緑っていうのは純粋でまっすぐな人に出る色なんですよ。だから役を演じる時にも本当に全身全霊で演じたりとか、とにかく信念が強くて真面目な人だと思います。てめえいい加減しろ。ハリウッドスター捕まえて真面目な人ってお前バカか。駅ビルで占いやってるクソババカ。てめえの体重も管理できねえ茶髪の小デブはよ、 LL サイズのサウナスーツ着てこんにゃくパスタ食ったろ。金輪際どこにも仕掛けるだよ。なんだこれおい。うわすっごいですね。言われたな、ね、いやこれはもうなんかリスナーの意見ですからね、なんていう冷めたこと言えないですよね、やっぱ。代弁ですね。代弁者です。なるほど。いや、無関係を装えよ。そうですよ。危ねえから。危ないですよ、書かれちゃいますからね。怖いラジオネーム。ラジオネーム、ペケミニ、はい。マドンナが手掛けたスキンケアブランド、MDNA スキン。のオープニングセレプションがあり、オープニングレセプションが都内であり、女優の菊池凛子さん、九重親方の娘でモデルの秋元梢さん、アーティストの IMALU さん、タレントの水沢アリーさんの4人が全員ブスなのにイベントに登場し、その中でも特にドブスのタメ口フィリピンパブこと水沢アリーちゃんが報道陣からお肌がとても綺麗ですね、牧野選手からも言われますかと言われ、こんなことを言っていました。うん、綺麗だねって言ってくれるね。やっぱ女の子だから好きな人から可愛いって言われたいじゃん。お前な、報道陣が肌を褒めるってことは、お前の面が北沢剛並みのドブスだから仕方ねえからピンポイントで肌褒めてるってことになんで気づかねえんだよ。客
からの万引き野郎がブス戦のサッカー選手引っ掛けたからって調子こきやがってよ。口開きゃくせえ気合いで無礼なこと抜かすような腐れタレントがな、メディアに出ることがドーハの悲劇よりも悲劇なんだよバカタレ。てめえみたいなもんはな、ドライバーに転職して前園にボコられりゃいいんだ。森泉連れて寺行って座禅組んでこい。どうしたんだよ。みんな雪だから溜まっちゃってもな、家から出れないからこれ、ね、ちょっとストレスが溜まってしょうがないです、ね、今日はしょうがないですね、まあ、家から出ればもっとスッキリするからこんなこと言わなくなる、そうです気をつけろよ。いやちょっとニヤニヤしてる、気をつけろよ水沢アリー。だからそれは本人でしょ、本人メールじゃないでしょ。いやここ気に入ってるわ。どこですか。女優の菊池凛子さん、はい、ここの親方の娘でモデルの秋元梢さん、はい、アーティストの IMAL さん、タレントの水沢アリーさん4人が全員ブスなのにイベントに登場。なのにってなんすかね。もう一回読んじゃってる。俺はそう思わないからさ。いろんな発想があるなと思ってさ。あーメールですかね。こんな発想の人がいるんだと思って。ありますね。なんて呼んでよ、とびっこ。頼むぞ、とびっこも、そろそろ、ね。まともなやつ。女性がホットドッグ感覚でおちんちんを食べることで知られる性の都、ニューヨーク出身のファッションモデル、川北真由子がブログで、バレンタインデーに自作のクッキーを共演者に配ったことを報告。そこには、怒りに震えるようなことが書かれていました。ヒルナンデスメンバーも喜んでくれたよ。有吉さんも嫌がりながら今年もその場ですぐに食べてくれました。スーパー嬉しかった。やっぱり有吉さん優しいな、美味しい美味しいって言ってもらえて作ってよかったなって思いました。おいやらせひっちゃいか。今までよくもカリスマ素人童貞のふりしてバレンタインデーに母親以外からお菓子なんてもらったことない俺らを騙してくれたな。いい匂いがするに決まっている国民的美少女からの手作りクッキー、さぞかし美味しかったんだろうな。いいな、羨ましいな。でどうせクッキーのお礼に渋谷のロシア料理店に連れて行き、川北ちゃんのお股のボルシチを飲み干そうってこったんだろう。なんだこれ、おい矛先が俺かよ。先週ね、そのロシア料理のね、これはもうね言うんだけど、川北は言うのよ、川北だけなのよ、こうやって俺に手作り渡し込んだ、そろそろ、はい、ああそうなんですか。でもうだからそこで食べない食べないって言ったら朝の楽屋でもうずっとそのやり取りになっちゃうから、もう食べて、もうそのやり取り終わらせんのよ。食べてよ手作り、いやな俺手作り食えないんだよ、いや食べてみてよ一口、いや食えないんだよってやり取りめんどくさいじゃん、はい、あじゃあ食べるわってババッと食べて、ああ美味しかった美味しかったって言ったらもうそれでシーンとなるから。それで食べてるだけだよ。俺もう手作り本当に気持ち悪いと思ってる。そうですよね。で、おまたのボルシチを飲もうとしてないぜ。安心してくれよな。以上。コーナー。なんだこれおい、はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しています。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールです、はい、ラジオネーム満腹ティーナリ。礼儀知らずのドタキャンプーチンズことタトゥーのクソビッチどもが最近再結成したくせに関係悪化を理由にまた解散しやがったそうです。知るかブスマトリオシカ。日本人はお前らの存在なんてな、M ステドタキャンした瞬間からこの世から消え去ってんだ。これからも再結成と解散繰り返して世の中のバカどもから金むしり取る気だろう。ボルシチュぶっかけるぞお前。お前らも有吉さんにロシア料理の B コース食わせてもらって賛否してもらえ。ちょっとはマシな人間になれるんじゃねえか。なんだこれおいって、うん、自分のテンションとぴったり。わーいいですね。いやでもこれロシア人に対してボルシチぶっかけるっていうのはちょっと不利だな。全部食べられちゃう。そうですね。得意だからね向こうは。そうですね。そうだ、味噌汁にしてやれよ。味噌汁ぶっかけてやれよ。しじみの入ったやつな。殻が痛いから。あ痛いですね。ラジオネーム三平。腐ったレディーガガ、岡本夏樹先輩が5時に夢中の放送中に AKB メンバーが日替わりでキャスターを務めている昼帯の天気予報について暴言を吐いてやがりました。昼帯のお天気キャスター腐ってる、あのぶっさいくなやつがもった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 したしゃべりでさ、こっちは真剣に聞いてるんだよ。もっとシャッ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 と喋れバカ野郎。
うるせえハイレグ。の天気なゴリラババアが真剣に天気予報聞いてんじゃねえよ。お前いつも気色悪い露出狂みてえな薄着でうろついてんだから天気とか関係ねえだろ。AKB をディスってる暇があるんならな、 H&M で分厚いジャンパー買ってこい。なんだこれ。おいくそいね、岡本夏樹様ひどいこと言うね。言いますね。国民的アイドルよくこんな暴言吐くね。ひどいね。数分前に巻き戻してもらっていいですか。100人しか見てない人でしょ。ラジオネームゴモラ。有吉さん、元気いっぱいのバカこと市原隼人のクソバカが、やめろ。バカが多いんだよ。ボクシングドラマの番宣で目覚ましテレビに出演をし、視聴者とじゃんけんをする企画で本当はチョキを出す予定だったらしいのですが、間違えてグーを出し、データ通信でパーを選択した視聴者が負けるという放送事故を引き起こしてやがりました。おいバカハラ、お前そんな簡単なこともできねえのかよ。満面の笑みでグー出してんじゃねえ。ボクシングのことで頭がいっぱいじゃねえか。ちっちゃいの目指しやがってよ。暑苦しいし冗談通じねえし簡単なこともできねえしどうしようもねえな。もう田舎帰って草野球でもずーっとやって汗かいてろ、この腐れエキストラが。なんだこれ。おい、あんま共感しねえな。よくルールがわかんない、目覚ましじゃんけんの。ラジオネームザッテ。オリンピックの女子フィギュアスケートが開始される2日前、2月17日、テレビ朝日にて放送されていたフィギュアスケート特番の番組情報欄を見ていたら、こんなことが書いていました。美男美女が華麗な踊りと高度なスケート技術を競う氷上の社交ダンス。ソチ五輪では史上最高レベルの金メダル争いが予想されている。決戦迫る浅田真央らの最新情報も。おい、何が美男美女だ。ああ、まあな、先々週サンドリで有吉さんが言ってたオリンピックのことあんまり言うと失言につながるってお言葉があるからな。うん、本当一言だけ言わせてもらう。わざわざそうやって美男美女って書いてな、晒し物にされた鈴木明子選手に謝れ。なんだこれ。おい、言うなっつって、ね、終わるまで言うんじゃないよ。ラジオネーム三平。俺こんなの募集してん、俺が募集してんのクソババアとかクソジジイのスマホの話をしてるタレントの名前送ってこいっつってんだ。ラジオネーム三平。ネタ探しのためアメブロのクリック数ランキングを覗いてみたところ、素晴らしいメンツが上位に食い込んでいましたよ。楽しみです。ほうほうほう。押し切り萌え、ユニクロでたくさん買い物。鈴木奈々、すっぴんデート。辻のぞみ、娘とグミ作り。安田圭、ヘルシー朝食を作る。加藤茶、妻がバッサリ髪を切る。バカか。おい、クリックしたやつ全員集まれ。タイトル見ただけでクソつまんねえの分かってるだろ。押し切るの買い物や、お前安田圭の朝飯が面白いわけねえんだ。バカがよ。万が一こいつらのブログが面白かったらクソ食って土下座してやる。まあ嫁さんという名のゴーストライターが書いている加藤茶のブログは興味深いけどな。なんだこれ。おい。すごいなこれ、アメブロのクリック数ランキング。いやすごいっすね、そんなんあるんすね。絶対やるのやめよう。これあげよう、これエンジェルあげとくよ。じゃあよく調べてくれたから。あー面白かった。どうしようかな、なんかああいうのあるかな、どれしようかな。ラジオネームワギナマイク。はい、有吉さん、30歳になったら芸能界を引退してナンバーワンキャバ嬢になるとかほざいていたみそのの野郎が公式の LINE を始めたらしく、1回だけ更新しただけのくせに感想をブログで語ってやがりました。ツイッターは文字数が少ないからブログを長文で書いてるんだけど、長文を書くのも読むのもしんどいし疲れるし、 LINE だったらたくさん毎日できるかなって思ったんだけど、めんどくさがりや&豆じゃないからプライベートでも携帯は放置するし、プライベートの時間がなくなっちゃうからもうこれ以上は頑張らないようにします。かっこ笑い。
おいもっと頑張れブスチビアリとかハチの方がよっぽど頑張ってるぞこの根性なしお前なファンサービスを怠るようなキャバ嬢がどこにいるんだデブおい俺が見てるキャバ嬢のブログなんて2月は毎日更新されてるわだいたいな癒しを求めにクラブ行ってよてめえみたいなシューマイ体型のミソジのブスに関西弁でベラ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 自分の話ばっかされた日にはなもう会見してって話だろお水の花道の財前直美に憧れるのは勝手だけどな二度と水商売甘く見るなよなんでこれなんだろうなあのな引退しますって言ってましたねもう正直どうでもいいわ本当言わずにやめろって話でな本当に言うんじゃねえってやめますってでも撤回したんですよね撤回してるバカだから俺より情緒不安定だな毎年あげとこう以上ですなんだこれおいと叫びたくなることを募集しております文章の最後になんだこれおいと締めるのがルールです、はいはい、ラジオネーム三平ごくまれに可愛い剛力彩芽ちゃんが健直子とほぼ同じ髪型で M ステに出演し他の芸能人と間違えられたことはありますかという質問に対してこんなことを言ってやがりました街で男性が能年玲奈ちゃんのポスターを見ながらあれ剛力彩芽じゃないって言ってたんですショートカットだから間違えたのかなおい間違えた男性お前ちょっとこっち来い剛力と能年ちゃん間違えるってどういうつもりだこの野郎剛力に余計な赤っ恥かかせやがってよまああれかホラン千秋と蓮舫の区別もつかねえタイプか年いくつだ80以上のクソジジイじゃなかったら許されるぞバカがよメガネスーパーで遠近両用の金縁メガネ買ってこいなんだこれおいどっちが好きなんだよどっち誰のファンなの結局っていう、ねね、全員的に回してるみたいな感じですよねなんで剛力彩芽ちゃんってあれなんだろうねネットとかで嫌われるんだろうねねえなんでだろうねねうんあんな子なんで嫌うんだろうねなんかあれなのかなアニメのとかなんかまた私の好きな作品にあの子が出てますみたいなのあれなのかな叩かれてんじゃないのかな違うのかどうなんだろうなんだろうねやっぱあのダンスなんですかねあのダンスいいじゃんねうんまあ全然わかんないんだろう、うん、その辺の感覚俺全然わかんないまあそんなことして有吉はまさか剛力彩芽のことが好きなのであろうか前半このまとめだねこのまとめのパターンでいくねこれラジオネームワギナーマイク有吉さんおまたこれだ、天使すぎるアイドルとして今話題の福岡のご当地アイドル橋本環奈さん15歳の野郎が野郎がじゃねえんだよ第6回沖縄国際映画祭の発表会見に登場し自身が1000年に1人の逸材と呼ばれることについてこんなことを言ってやがりました1000年に1人の逸材なんて全然そんなことないんですけど話題に取り上げていただいていろんな年代の方から話しかけていただくことが多くなりましたこれからも本当に応援よろしくお願いします当たり前だろ名前切ってんじゃねえぞてめえこの野郎1000年も生きてない童貞のキモオタがほざき出したことに簡単に乗っかるマスコミが気持ち悪いですって言い直せクソガキお前が聞いたことのないような隠語連発して俺のチンコ水つけて泣かすぞおいなんだこれおい見せつけたらね本当にね冷たい目で見られてねお前が泣くことになるそうによラジオのペケミニ、はい、有吉さんイタリアの種馬を名乗り上げるダバこと料理研究家ベリッシモ・フランチェスコのケジラミ外人が写真週刊誌に AV 女優とラブホテルでの密会をスクープされ相手の AV 女優がこんなことを言っていましたツイッターで毎日のように誘われて会ってみたんですけどセックスは至ってノーマルでした前日に明日は可愛いティーバッグを履いてきてねと言ってきたり私のアンダーヘアを見てなんで剃らないのってやたら聞いてきたり会話も秋葉系って感じであんまり上手じゃなかったな私が彼女を作らないのって聞いたらめんどくさいからいらないと言っていましたと会話もセックスも下手くそなことをバラされてしまったベリッシモさんですが以前ツイッターでこんなことを言っていました愛というのは
愛されることよりむしろ愛することに存在する。お前愛のない雑なセックスしかしてねえくせして、どの口がこんなこと抜かしてんだこの野郎。間抜け面ぶら下げてイタリア人、やめろこれ。間抜け面ぶら下げてイタリア人がてめえ本位のセックスで日本の畑荒らしてりゃな、そりゃ AV 女優もベラベラ喋るってもんだよ。これが日本のおもてなしだ。ざまあ見ろハゲ、てめえの股間のベリッシモじゃな、 AV 女優の下の口は塞げてもな、上の口は下げなかったな。ドブスの肛門についたニラ食って出直してこい。なんだこれおい。汚い文章だな。相当怒ってますよ。怒ってますね、うん、ベリッシモな。ジローラモに比べてやっぱベリッシモってちょっと軽いんだよな。うん、やっぱりね、しょうがないですね。ラジオネームラクダ。有吉さん、経営者や一流サラリーマンが読む雑誌プレジデントにて有吉さんの名前が出ていたので紹介します。特集名は50賢人、賢い人ね、50賢人が選んだ2014年稼ぐキーワード、医学博士や東京大学教授などの賢い50賢人のうちの一人がキーワードピンの時代として語っていました。2013年売れたのはピン芸人、土田照之も有吉弘行も劇団一人もそう。トリオやグループだとどうしても考え方が甘くなるけど、ピンは一人で勝負するから根性が違う、乗り越えてきた修羅場が違う。偉そうなことは言えないが、これからは会社の世界も一匹狼の時代だよ。コメディアン上島竜兵。責任者出てこい。賢人の対局にいるドポンコツじゃねえか。依頼したプレジデントも終わってるけどな、受けた太田プロも太田プロだ。おい有吉、恥ずかしい真似しないように上島の保護者としてちゃんと見張ってろ。しかし豚の死骸にしては言ってることはまともなんだよな。はあ、はあ、さては安田さんだな。安田さんがなら賢人としても納得です。今後もサムラゴーチにとっての新垣新垣さんのごとく上島竜兵のゴーストライターとして頑張ってください。なんだこれ、おい。新垣さんだっけ、新垣、新垣さんだよね、うん。こんなのやってたんだ。いやー面白い。あとはもう一個ぐらいやって終わろうかな、はい。うん、ラジオネームシャに構えたちびっこ。クソチンピラ軍団ことエグザイルのボーカルアツシがソロ新曲のミュージックビデオでダンスを初披露してやがりました。また今回のミュージックビデオは歌、ダンス、お芝居にも挑戦させていただきました。3つのシチュエーションでそれぞれ違うキャラクターを演じてますので、ぜひその辺も注目して見ていただけたら嬉しいですと、アピールもしっかりとしてやがりました。黙れチンピラグラさん、ボーカルとお前が踊り始めたら後ろでいつも踊ってる大勢のバカバックダンサーどもの存在意義なくなるじゃねえか。だいたい CD だと声しか聞こえねえんだから、そもそもバックダンサーも必要ないだろ。そんなに踊りたかったら盆踊り踊ってろ。なんだこれ。ひどいよ、ひどいね。いい加減してくれよ本当に。以上です。はい、なんだこれおい。はい、お願いします。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます。ラジオネームレッツゴー万引きジーム。はい、有吉さん、松下由紀や鳴海莉子と並ぶデブ三重師深田恭子さんが最近痩せたと話題になっていました。今年2月12日に4月スタートのドラマの会見をした際、ネット上では深田恭子顔ちっさ、体かなり絞った、こんなにシュッとしたイメージじゃなかったんだが、隣にいる桜庭ななみって子そんなに太くないはずなのに深きょうの隣だと深く見える、足細い、などなど痩せた深田恭子さんを絶賛する声が多数ありました。しかしこの間の月曜日に発売された週刊プレイボーイにて表紙と関東グラビアを務めた深田恭子音体に対し、プレイボーイは八切れ日という見出しをつけ、完全なるデブ扱いをしていたのです。おい主演者、誰がハチキレパンパン関取ボディだ。こら、京子ちゃんは一生懸命頑張ってガリガリに痩せたんだよ。その証拠にグラビアを見てみろ、くびれもね、腹筋もね、脇の下の肉がだるんだるん、クソデブじゃねえか。なんだこれおい、これ合わないな俺だけど、その体が悪いと思わないから俺ピンとこないわ全然。
ね、あ、ちなみに入ってる、入ってます、入ります、入ってます。加納京子ちゃん入ってますよ。いつの時のですか。いつ、うん、いつでもいいですよ。うん、いつでもいいですね、加納京子さんなら。どの作品でもいつでもお待ちしてますよ。ラジオの三平。元柔道家の石井聡とかいうジャガイモ野郎が夫婦揃って行列のできる法律相談所に出演し、とんでもない性癖を告白してやがりました。10年間奥さんのファンで追っかけだったので、一緒に住むようになると反動が出てきて、奥さんがお風呂に入ってる時にパンツを毎日集めてました。自分のカンカンに入れて匂ってます。気持ち悪っ。てめえほぼゲスなじゃねえか。俺もばあちゃんのパンティ匂ってみたことあるけどよ、クソみてえな匂いして鼻もげるかと思ったら一回でやめたわ。多分シンナーより体に悪いからほどほどにしとけよ。なんだよこれ。おい、そうか、まあそういうのもデミ入れたいよね。俺もパンツをパンツを集めてって、うん、悶々としてるっていうのも入れときたいよね、データとして。うん、そんな悶々で苦しんだ後にやっぱりその、うん、あれだもんね、うん、やっぱりそのデミムーアとそのセックスができたら、はい、うん、やっぱ嬉しさ倍増だからね。そうですか、うん、自分のシチュエーションというか、うん、自分のこうちょっと振りじゃないですか。そう、そういうのもなんか安田さんさっきから欲しくなってない。俺はね、あのね、沢尻ヘルターとかアンハサウェイプラダを着た悪魔ってメモってる自分が嫌だよね。やっとアシスタントらしくなってきたじゃねえか。ラジオネームバーギナーマイク。有吉さん、三代目ブスソウルシスターズこと道端三姉妹のやつらが本人たちのファッションや美容の秘訣を綴った道端三姉妹スタイルとかいう本を出版するらしく、末っ子のブスが見どころを語ってやがってました。ファッションもビューティーの方法も3人バラバラなんですよ。いろんな情報が3通り載っているので、そこでいろいろな私たちの新たな面を知れると思います。知りたかねえよそんなもん。日本生まれ日本育ちのくせによ、周りのガイタルに紛れて平気でタメ口聞くような激ブスの押し付けがましいアドバイスなんざ聞きたかねえんだよ。だいたい大和なでしこの美容バイブルはな、7年前伝説的に売れなかったノリカバディに決まってんだろ。お前の本を立ち読みしてやるから、売れ残ったノリカバディ買ってこい。なんだこれおい。素晴らしいです。ノリカバディ。ラジオの三平。劣化版ピーターさんこと神田うのの野郎がなぜかコメンテーターを任されているノンストップで学生の就職活動に対する素晴らしい持論を展開してやがりました。100通も会社に送るなんて失礼ですよ。会社は本気度を試したいんです。結婚だって一人の人としかできないわけだから、一社だけ選んで送った方がいい。またてめえかクソババア。もうお前の悪口言うの飽きたわ。もう何回このコーナーに出てくんだよバカが。何も知らねえくせに耳障りなキンキンボイスでベラベラくっちゃべれやがってよ。言っとくけど、お前がこれまでにしてきた発言全部間違ってっからな。スタジオの片隅で汚ねえパンスと加えてもごもご言ってろ。なんだこれ。いってえなー。エンジェルあげときましょう。エンジェルあげちゃうんだよ。どうしようかな、こんぐらいしとくかな、ラジオ三平。クソジジイどものごちそうこと森崎由紀さんが男が元気になるビンビンレシピとセクシーグラビアを収録した DVD 付きレシピ写真集食と欲の発売イベントでこんなことを言ってやがりました。人間の三大欲求である食と欲で男性が元気になればという思いで作りました。写真を見て料理を食べて世の男性たちに元気になっていただきたいですね。見ねえは食わねえは立たねえ。どうせジジイしか買わねえんだからレシピとかいらねえんだよマジで。変なジジイがお前のグラビアで2、3回しこって終わりだよ。ババアしか買わねえ川越シェフの本と抱き合わせてな、巣鴨のエロ本屋に並べとけ。なんだこれおい。これは森崎ゆきさん入ってます。入ってますか、うん、何の作品。森崎ゆきさんがバニーガールのコスプレをした時のちょっと映像が頭に残ってます。残ってる。それにしてください。もうすでに森崎ゆきとりあえずブレイク。なんだこれ多いと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれ多いで締めるのがルールでございます。ラジオの三平。かぶり物がよく似合う薬満の野郎が女性自身で
浅田真央ちゃんの今後についてペラペラくっちゃべってやがりました。彼女はチャラチャラした職業には向きませんよ。日本の顔として、日本の良さを伝えるような仕事をしてほしいです。あの顔立ちから一番適してるのは舞妓さんでしょうね。うるせえゴミ虫相撲マニアのゴミ収集家がいちいちシャシャリ出てくんじゃねえよ。真央ちゃんの顔立ちは舞妓さんじゃなくて大仏さんだろ。伊藤みどりのレオタードでしこって寝ろ。なんだこれおい。ゴミ虫って、まあ、ゴミ虫だもんね。だもんでじゃないよ。顔はね、ヤクさんの顔ってゴミ虫。顔そうだろ。あ、賢いからね。賢いから人間だけど、顔だけだったらゴミ虫。追い打ち、追い打ちか。だってまずヤクさんがだって真央ちゃんの顔のこと言い始めたんだからね。これしょうがない。最初にね。うん。はいはい、しょうがない。ゴミ虫のみたいな顔してる。しょ、言われてもしょうがないってこと。人の顔のいいこと言い始めたんだから。うん。ラジオのペケミニ。はい。フェラーリ最高。イタリア料理最高。でも、お前最悪。で、おなじみのベリッシモ・フランチェスコのパイパン好きのヘボ外人ですが、先週このコーナーでディスったことが耳に入ったのか、ツイッターで今度はこんなこと言ってました。ベリッシモの名言。愛のないセックスは虚しい行為だが、虚しい行為としてはなかなか悪くない。あれ、お前この前 AV 女優にセンズリみたいなセックスの暴露されてたけど、サルトルやプラトンにでもなりたかったのかな。たがってんじゃねえよ。愛情込めたセックスもできねえやつがな、何が料理研究家だ。ほんだれ、料理は愛情。これが日本のゴリラみたいな顔した料理研究家が言った名言。風俗の行き過ぎで素人相手でもセックスの後金払わないとやった気にならないんだよね。これが日本を代表する芸人有吉様が言った名言。この野郎。そうなんだ。そのハゲ散らかした頭の中に叩き込むが、くだらねえごたく並べるのもな、かったるいセックスするのもてめえの国に帰ってからやれ。なんだこれおいって。久々に僕の自分の名言、自分ですごい人がこんないい発言したんだなと思って読み進めたら自分だったから、俺今感動したわ。自分で本当にこれ料理は愛情はね、はい、神田川先生かな、結城、はい、先生かな、結城 先生だね、先生、はい、料理の結城先生、はいはい、で風俗の行き過ぎで素人相手でもセックスの後金払わないとやった気にならないんだよね。これが俺。これが俺かっこいいな。かっこいいじゃないよ。あげとこうかっこいいから。パン。ラジオネームジーザスアベレ有吉さん、超絶良心サイトことヤフー知恵袋にこんな質問がありました。質問。デンジャラスの安田さんについてここで質問しても全く回答してもらえません。なぜでしょうか。ベストアンサーに選ばれた回答、地味、興味がない、知らないという人が多いからです。おい、なんだこの質問。ベストアンサーが本質をつきすぎてて何も言えねえわ。安田についての質問に回答が来ない理由についての質問にはすぐ回答が来るって、これグーネでも出ねえな。分かったぞ。こんな自明な質問をするバカ、それは鍋プロの職員だな。有吉さん、これ戦争の幕開けです。キャプテン安田の指揮のもと、ゲスナー軍で鍋プロに攻め込みましょう。俺は死んでも後悔しないよう今から風俗で童貞捨ててきます。なんだこれ、おい、来ませんよ。まさか傷つけられると思わなかった。コーナーで傷つけられると思わなかったわ。ラジオのペケミニ、はい、有吉さん、翼の折れたエンジェルこと大島優子ちゃんが陰毛の生えたエンジェルこと小島春菜ちゃんと温泉旅行に行ったらしく、2人でお風呂に入ったことや岩盤浴に行ったことをブログで報告していました。もし俺が温泉の女将だったら、風呂の湯をペットボトルに詰めて売るのに、なんでここの女将はそれをやんねんだ、商売ベタか。何でも金に換える神田うのの爪の垢煎じて飲みやがれ。で、俺には風呂の湯を飲ませろ、排水口に溜まった毛も食わせろ、ついでに岩盤浴の岩盤もベロベロ舐めさせろ。なんだこれおい。なんだこれじゃねえよ。トゥルセルフだわ。バカだよ本当に。ラジオネームミスタータタ、デリヘル体験記よりデリヘル利用者のコメント、タバコ臭い、携帯の音消しとけ、仕事中だろうが、雰囲気ゼロ、
店のコメントも信憑性ゼロ。美人ではない、田舎のヤンキー、論外、ただの地雷。満足点10点、発射回数1回。デリジョーのことボロクソ言っといて発射してんじゃねえかよ。なんだこれ、おい。してんじゃねえ、文句言っといて。よくわかるな。俺もすげえすげえ嫌だった女だなと思って、ボーイさんとかが駆け寄ってきてアンケートお願いしますって言ったら、ちょっとそこそこいい点つけてあげるもん。次行った時その子になんか嫌な顔されるの嫌だ。なるほどね。何それ何それじゃん。体験記でしょ、だから。ラジオの北別府。バカ兼バカドル兼バカ妻兼バカママ辻のぞみさんがブログで娘の新体操発表会を見に行った感想を書いて上がりました。私、娘の演技の音楽がかかった瞬間に泣いてしまいました。って演技関係ねえじゃねえかよ。そうやってお前みたいに何かにつけて感動感動言うバカ女ばっかだから、サムラゴーチみたいなペテン師に世の中ごと騙されるんだぞ。しかもなんだ、同じ記者にある同じ記事にある新体操クラブの集合写真、40人余りの子供たち全員目を線で隠してるじゃねえか。心霊写真かと思って背筋凝ったわ。こんな写真ならな、ブログにあげるな。その不自然なくらいでかい目ん玉から汚いよだれ垂らす前にな、薄っぺらい脳みそのフィルターで少し物考えろ。今度こんなしょうもないブログ書き上げたら、目には目を、はぁ、バカにはバカを、翔英と池谷幸雄で旦那ぶん殴らせに行くからな、覚悟しとけよ。なんだこれ。よく見てんな、あいつのブログを。お前はブログをねチェックしてんだね。一曲いこう。はい、それではそれ一曲いきたいと思います。ゴーリキ、続いてはなんだこれおい。はい、なんだこれおいと叫びたくなることを募集しております。文章の最後はなんだこれおいで締めるのが、ルールです。ラジオの三平、有吉さん、三又又蔵のバカがツイッターでカッコつけてます。思春期に夢中になってたことが人生を決めるよ。オンタイムでビートたけしのオールナイトニッポン、ザ・ルースターズ、セックスピストルズ、19歳で黒船松本人志。あ、うるせえ。てめえが誰に影響受けたなんか知らねえしよ。ビッグネーム並べりゃてめえの株が上がると思ったら大間違いだぞ、このうんこ野郎。面も芸風も精神性も全部ひっくるめてクソ気持ち悪いな。サンドリに来て有吉さんに鼻ぶん殴られて帰れ。なんだこれおい。全面的賛成だね。あんなクズ人間いないよ、ほんとに。人のふんどしでしか飯食ってないからね。あいつのこと面白いなってこと思ったこと一回もないよ、俺。ほんとに。三又又蔵だけは、ほんとに。飯おごってやるっつって恵比寿連れて行かれて、深夜夜中に出てきたの、お前なんかあれだよ、なんかパテパテだけ、パテだけ、パテだけだよ、もうパテパテだけ深夜に。ほんであれだ、パテ食った後風俗連れてってやるっつって、結局朝方あの早朝ソープが開くまで、うん、ずーっと一緒にいらされられていざ店へソープだソープだっつってのに連れてったらヘルスだよバカ野郎。いやっさい早朝ヘルス。さあ一応怒ってくれた。俺は怒ってんだから三又又蔵には。なんかさ前にさ言ってなかった、このラジオに、ああ、俺がいる時の間に呼び出して、ああ、なんか幸運でやってやると思ったけど、それじゃああいつの思うツボだから。ああ。もうあれテレビでも何回もやってるけどね、こうやって、この、ね、この、本当に人のふんどしで、仕事してんじゃねえって言って、何回も喧嘩してるけど、うん、まあ、懲りないね、このクソじじいは、本当に。いや、これ本当に仲がいいから言えるみたいなパターンあるでしょ、はい、上島さんとか、はい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 、ダチョウクラブとか出川さんとか。はい、そうじゃない、はい、本当に嫌いだから。見またまたどだけ、本当に。もう一回ほんと髪伸ばせさせて、ほんとに髪の毛あれだよ、後ろから引っ張ってドブに突き落としてやりてえよ、ほんとに。何やったんだよそれ、個人的な恨みじゃねえかよ、もうそんなないんだよ。ないでしょ、そんなあの人ね、いろいろやってるよね。でもあの人も ね、なんでこんなにでもいろんな人と会うかね、ほんとね。たけしさん、まあたけしさんは、まあ、弟子入りじゃないけどね、まあ、面倒見てもらってるか分かるけど、松本さんとかも気に入ったりね、みんなね、不思議だよね。まあああいう人たちにとってはいいんだろうね、ちょうどね、あれぐらいのなんか失礼な男がちょうど心地いいのかもしれませんね。まあ僕ら後輩にとってみたらあんなクズ人間いないと思うけど、ラジオ上げとこう、これ。ラジオの北別府。
生っ粋の若手実力派女優黒木華さんが世界的権威ある賞銀熊賞を受賞した後こんな発言をしていました。型にはまりたくないのでいろんな役にチャレンジしたい。必要であれば濡れ場でも。おい寺島二世、お前には一言だけ、ブスは脱ぐな、服を着ろ。こちらの需要も考えず脱ぎまくるストリッパーは寺島しのぶ一人で十分なんだよ。そして佐々木希、長澤まさみ、石原さとみ、おっぱいが垂れ始める前に早く脱げ。俺のおかずになってくれ。所属事務所の皆さん、そこんとこ一つお願いします。なんだこれ、かっこつけじゃねえよ。バカが。これも全面的に賛成だもん。ラジオネームペケミニ、はい、世界最大級のペニスを持ち包茎会。久々だなこれ。この番組ではおなじみの人がの話です。そうなんですか、はい、世界最大級のペニスを持ち包茎会の太陽様でもあられるジョナ・ファルコン師匠が以前からちょくちょくとツイッターでアイコンがイケメンの男性たちに対しおーユーキュートとリップを送っていたのでおかしいなぁと思い、ジョナ・ファルコン師匠のことを調べてみたら以前ファルコン師匠は自分がバリバリのゲイであると告白していました。おい太田プロ、今すぐファルコン師匠5人目の芸能人として事務所にスカウトしろ。ファルコン師匠なら包皮でドアノブも包めるし、熱湯風呂だって押すなよ、絶対に押すなよって言いながらすでにチンコがお湯に浸かってるというギャグも持ってるから、テレビに引っ張りだこになるのは目に見えてるだろう。よれよれのお絵描きしてガリガリに痩せこけた鶴太郎なんかとっとと首にして、ゴリゴリのバイセクシャルのファルコン師匠を太田風呂に入れんかい。なんだこれおい。世界最大級のペニスを持ってるのに包茎の、そうなんですか。イコールチンコの皮の長さも世界一という。おいちょっとこれでも北京ミニさんね、ここはちょっと注意だよ、うん、ヨレヨレのお絵描きをしてガリガリに痩せこけた鶴太郎、さんつけろ。さんだけじゃねえわ。それだけじゃねえわ。全体的にダメだ。レッツゴーマンミキ G メン、はい、ウーマンオンザプラネット、有吉の新パートナーは大島優子、うん、私はこのニュースを見て有吉弘行の恐るべき計画、大島優子とセックスしたいしたい大作戦に気づいてしまいました。まず第一に降板した MC が森さん中の大島美幸であること。2年前のウーマンオンザプラネット開始時、共演するなら誰がいいかをスタッフから聞かれた有吉は大島優子のつもりで MC は大島で頼むぜとでも言ったのでしょう。しかしバカなスタッフが勘違いをし、森さん中の大島美幸をキャスティングしてしまった。それから2年という時間をかけて大島美幸を交番に追い込んだ有吉、さぞや怒り心頭だったことでしょう。このバカなスタッフはすでに有吉によって殺害されているはず。第2に、先週有吉は大島優子を優子と呼び捨てにするファンに対して信じられないほど激高していた。有吉の中に優子を呼び捨てにしていいのは俺だけだという歪んだ思いがあったのでしょう。おそらくあのツイッターアカウントは個人情報を特定され、すでに有吉によって殺害されているはずです。ここまで聞いてもまだ信じられないという方々、どうか思い出してほしい。昨年の太田プロ総選挙、長年センターを務めた上島竜兵を陥落させた疑惑の第一位は誰でしたか。そう、大島優子です。なんだこれ、おいつけてこい。あんのか、ああまだあんのか。長っ。有吉さん、全ての状況証拠があなたを黒だと言っています。大好きな大島優子に直接気持ちを伝えられず、回りくどいことばかりして、さらには殺人まで犯してしまう有吉さん、これが結婚のできない40手前の素人童貞の行き着く先なのですか。私は溢れる出る涙を拭いながらこの事実を実はナックル編集部に持ち込みたいと思います。有吉弘行、なんだこれを言って。そうなんですよ、大島優子と番組始めました。ああ変わったんですね、うん、だけどちょっとこれだけは注意しときたい、うん、大島優子とセックスしたいしたい大作戦、こんな作戦はないですよ、うん、僕がセックスをしたい女性はただ一人です、うん、あただ一人じゃないな、うん、実は、うん、32名ぐらいいます。、うん、言いますね、
木下ゆきな。おお、木下ゆきな。そうね、うん、藤原紀香。うん、そうね、誰がいいかな、あの人、誰だっけ、あの人の奥さん、あの人の奥さん誰だっけ、こうあれでしょ、足立由美とか、あ、足立由美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 、大竹しのぶさん、と、誰だっけな、安田成美さん。これ芸人の嫁ばっかり。